こんにちは。皆さん、歴史チャンネルへようこそ。今回は日本史面白エピソード第2弾、徳川大丸亀将軍は女性だった、女性説の真相に迫るというテーマです。それでは日本史面白エピソードの始まりです。歴史の中には時々それって本当？と耳を疑いたくなる都市伝説のような話が存在します。暴れん坊将軍として知られる第8代将軍徳川吉宗の長男である徳川家重は、なんと実は女性だったのでは？という説がささやかれています。江戸幕府15人の将軍のうち第9代将軍徳川家重はあまりよく知られていません。この説の発端は1958年、昭和33年に芝増上寺の将軍廟の改修工事に伴う遺骨調査が行われ、発掘された徳川家重の遺体に女性と疑われる特徴が見られたことでした。また家重の生前のエピソードにも女性だったのではと疑われるものが他にもいくつか残っています。しかしこれが仮に事実だとすると、彼の嫡男で10代将軍となる徳川家春の父親は一体誰だったのかという大きな疑問が出てきます。徳川家重は1712年聖徳元年に第8代将軍徳川吉宗と側室のお妻の方、新徳院の長男として生まれました。徳川実紀には純真院には御多病にてお言葉爽やかならざりしゆえ近似の神と家ども聞き取り立てまつることかたしとあります。ちなみに純真院とは家重の隠語を言います。家重の言葉が聞き取れた家臣は大岡越前と呼ばれた大岡忠相の子孫にあたる大岡忠光だけだったと言われています。将軍になったのは1745年、延享2年、家重31歳の時でした。体の弱い家重ではなく弟の宗武や宗忠を将軍にするべきという声もありましたが、軽視争いを避けるため吉宗は長男の家重を将軍に据え、自身は大御所として実権を握り続けました。ここがやはり親としての吉宗の偉さです。世間的にはなぜ次の将軍は宗武ではないのかと疑問を持たれていました。しかし吉宗はもし徳川の家が、しかも将軍家たるものが家の勝手な事情や子供の生まれつきの性質を理由に後に生まれた子供を将軍にした場合、全国の大名たちも同じようなことするだろう。仮にそうなると、嫡子と庶子、あるいは最初に生まれた子と2番目に生まれた子以下のおうち騒動や争いごとに必ずなる。だから相続や将軍職は正嫡嫡庶あるいは兄を優先させなければいけない。それが徳川であると言ったのでした。将軍としての家重は政治を重臣らに任せ、吉宗の意向でなんとか無難に乗り切った無能な将軍というイメージがあります。しかし最近は実は名君だったのではないかとも言われています。その理由として、家重は徳川御三家に次ぐ家格として御三卿を確立させました。吉宗の次男宗武を初代とする田安徳川家、四男である宗忠を初代とする一橋徳川家に家重の次男重吉を初代とする清水徳川家を加えて御三卿としました。また後に老中となる田沼意次とともに独自の経済政策も実行したとされています。次期将軍となる息子の家春に田沼意次を重用するよう遺言を残して、1761年暴暦11年に亡くなりました。当時家重は田沼意次の実力を買っていたようで、側近だった大岡忠光も人格者として知られています。人徳のある大岡忠光と実務に優れた田沼意次を身近に置いた家重は、人を見る目は確かだったのではないでしょうか。家重の言語障害は脳性麻痺によるものと考えられています。徳川記念財団に収蔵されている家重の肖像は顔が歪み上半身がこわばっているように見えます。
これは意思に反して体が動いてしまう当て当せ型の脳性麻痺だったことを示していると言われています。また1958年昭和33年に増上寺に祀られていた徳川家の霊廟が発掘調査されました。家重の遺体は常に歯ぎしりをしていたのか、歯が約45度の角度ですり減っていたと言われます。歯ぎしりは当て当せ型脳性麻痺の不随意運動によって生じる特徴の一つとして挙げられます。では女性説の根拠を見ていきます。家重女性説は家重にまつわるいくつかのエピソードを根拠としています。家重が女性だとするなら、長男の家春と次男の重吉は誰の子かという疑問が湧いてきますが、将軍だけが入ることのできる大奥に立ち入ることのできた男性は家重の父で仙台将軍である吉宗と、家重の不明瞭な言葉を唯一聞き取ることができた側近大岡忠光だけでした。この二人のどちらかである可能性が高いことになるでしょう。もちろん家重自身が産んだ子ではないかとも考えられます。家重女性説根拠1、小便公方と呼ばれていた。家重は頻尿であったことから、江戸の町民は小便公方とあだ名をつけていました。江戸城から菩提寺の上の寛永寺まで直線距離で約 4km ほどの道に23箇所のトイレを設置していたと言われてます。江戸時代は将軍の道中排尿を補助する九人長若人という役職がありました。九人長若人は将軍が催した時、銅製の筒を袴から差し込んで支えたといいます。家重が男性であれば九人長若人で帯同すれば済むことです。わざわざトイレを作らせたのは女性だから筒では用が足せなかったのではという見方が根拠の一つです。そして頻尿は比較的女性に多いということも根拠として挙げられます。家重女性説根拠に、増上寺の発掘調査で分かったこと。家重の遺体は頭蓋骨や骨盤が女性のような形をしていたといいます。また通常将軍の遺体はあぐらを組んで埋葬されていますが、家重の遺体は女性の埋葬姿勢である正座だったとも言われています。また骨格歯型などの身体的特徴が女性的だったことなども家重女性説に拍車をかけることとなりました。しかし増上寺に埋葬されていた将軍は皆あぐらをかいていたという説もあり、信憑性は不明です。いずれにしても家重の遺体は発掘調査後に火葬されたため、女性説の真偽を科学的に解明する術はなくなってしまいました。家重女性説根拠3、死因が尿毒症。頻尿との関連があるのかどうかは不明ですが、家重の死因は尿路感染症や尿毒症などが疑われています。尿路感染症は尿道の短い女性がかかりやすい病気であることも根拠として挙げられます。家重女性説根拠4、家臣に声を聞かせなかった。家臣の前であまり話をしなかったのは脳性麻痺の影響で、言葉が不明瞭だったからと言われていますが、声から女性と発覚するのを防ぐために側近の大岡忠光以外に声を聞かせなかったのではという説が浮上しました。つまり女性の声を隠すためのカモフラージュだったとも考えられます。最後にこのように第9代将軍徳川家重は生まれながらに障害があり、言語が不明瞭で人前で話すこともほとんどなかった、そんなミステリアスな人生につながったのでしょう。皆様が日本史面白エピソード第2弾、徳川大丸大将軍は女性だった女性説の真相に迫るを見て、少しでも面白いと思っていただけたならとても嬉しく思います。この面白エピソードは次回も続けていきます。そしてこのシリーズだけではなく、さらに魅力的な歴史の物語もお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。高評価とチャンネル登録をお願いします。動画を作る励みになります。それではまた次回の動画で。